村上氏が暗殺された可能性は。みんなを不幸にするもの、それはスピリチュアル。はい、こんにちは、占いケンケンです。本日もケンケン TV やっていきたいと思います。このチャンネルで僕が常々話しますことは、あくまでもエンタメの範囲内に考えておいてください。ファンタジーやおとぎの国の話程度に捉えておいてもらえると幸いです。本日の話題は村上和也氏についてでございます。皆さんはこの人物ご存知でしょうか？恥ずかしながら僕は一件のマカロンをもらうまでは聞いたことも見たこともない人でした。一体何をされている方なのかも申し訳ございませんが、わからなかったのです。正直平成のテロリストこと村上和也氏だったらよく知っているんですけどね。しかし今回の内容はそんな冗談も言ってられないような動画なんです。きちんと調べてきましたが、まず先にマカロンを読んでいきましょう。ガチで闇に葬られた人がいます。村上和也さんです。これを動画で上げたら先生の身に危険が及ぶかもしれませんが、内容的には面白いはずです。誰が悪いのかよく分かってもらえるはずです。はい、というなかなか恐ろしい内容でございます。マカロン投稿者の方、また同じ内容のマカロンを投稿してくださいました皆様、ありがとうございます。穏やかじゃないねという動画になりそうですが、きちんと調べてきました。この村上氏が関わった事件、よろしければ最後までご覧ください。それでは本日の項目です。項目1、村上和也氏って誰。項目2、ガーシー法と三木谷社長。項目3、三木谷社長の矛盾点をゼットリー氏が指摘。項目4、三木谷社長の黒い噂。項目5、村上和也氏が脳出血で逝去。項目6、最後にの6項目でいきましょう。よろしくお願いします。ではまず項目1、村上和也氏って誰です。そもそもここが大前提ですよね。僕も全く知らない人物でしたが、僕だけではなく視聴者様でも知らない方は多いと思われますので紹介していきましょう。1958年東京都杉並区生まれで、私立成城高等学校卒業後、明治学院大学経営経済学部に進学されました。大学在学中にはアメリカのドミノピザの日本進出に関わり、日本初の店舗を開店させることに成功しております。その後もドミノピザの日本法人でありますドミノピザジャパン株式会社で幹部として活躍し、日本全国に店舗を展開させました立役者でございます。ドミノピザを退職後も村上氏がビジネス界で八面六臂の活躍を見せておられます。約70社の会社の顧問や取締役を務めます一方で、自らも複数の会社を設立されています。守る株式会社の代表取締役社長として経営サポートやウクライナ支援などを行っておられました。一般財団法人田中角栄平和記念財団の理事や、一般社団法人ライナティックジャパンの理事も務めておられます。ウクライナ支援ではウクライナ政府や企業と連携しまして、ウクライナと日本のビジネスや交流を促進させる役目を担います。積極的にウクライナからの留学生やインターン生を受け入れまして、日本の文化や経済を学ばせ、両国が良好な関係を築けるようなきめ細かいフォローをされています。そしてここで今回の動画のキーマンが登場します。楽天の三木谷社長でございます。後々わかると思いますが、村上氏と三木谷社長の関係について触れておきます。村上氏は楽天グループ株式会社社長、三木谷博社長と親交がありました。お二人は共通のビジョンを持っておられましたので、やがてウクライナ支援や地方再生などにおいて共闘するようになりました。2021年に三木谷社長が長野県上田市に訪問しました際に、村上氏も同席しており、 SNS 上ではお互いをフォローし合ったり、コメントやいいねを送り合うなど良好な関係を築いておられました。それでは次の項目です。占いバスターズ。項目2、ガーシー法と三木谷社長です。すでに逮捕されてしまいましたガーシーこと東谷義和氏ですが、逮捕前はそこまで暴露して大丈夫とヒヤヒヤするようなネタを発言されていました。三木谷社長と言いますと、2022年2月27日自身のツイッターで、僕たちにできることは本当に限られていますが、家族と相談し10億円をウクライナに寄付することにしましたと述べるなど、親ウクライナ派として活動されています。しかし2022年6月26日のインスタライブ配信でガーシーさんが投下しました超ド級の暴露によりまして、三木谷社長のイメージがガラリと変わることになります。ガーシーさんはある企業の M 社長が戦争で大変な状況になっているウクライナの女性を集め、いかがわしい乱れたパーティーをしていた、それの証拠資料が届いて、しかもその場面でいろんな大企業の社長がいたらしいけども、そいつらがこれガーシーに見つかったらえらいことだねって言ってたらしい、もう見つかってるからと発言されました。 M 社長が誰なのか憶測を呼びましたものの、6月27日に三木谷社長が自身のツイッターを更新され、ガーシーさんの動画を引用しました。そして三木谷社長は、何が言いたいの、ウクライナの人が戦争で苦しんでる時に戦争を忘れさせてあげようと思ってパーティーしちゃいけないの、ハイエナかお前は、などと憤慨しました。このリアクションを見て、三木谷さん、そこまでムキになったら自分がいかがわしいパーティーをやっていたって認めているように見えるよとツッコミを入れた方も多かったはずです。ガーシーさんが指摘されましたいかがわしい行為につきまして、三木谷社長はするわけないだろうと真っ向から否定されておられます。
三木谷社長のウクライナパーティーを暴露しました後、すぐにガーシーさんの YouTube チャンネルに異変が発生しました。アカウントを突如バンされ、配信ができなくなってしまったのです。これについて、ホリエモンこと堀江貴文さんは、フライデーデジタルのホリエモンが暴露、ガーシーに狙い撃ちされた三木谷会長の異変にて、俺は忖度だと思うよ。だって Google ジャパンの一番の広告主って楽天だからね、と赤裸々に語っておられます。つまり三木谷社長の力によりガーシーさんの YouTube チャンネルを削除にまで追い込んだというわけですね。あくまで何の証拠もない噂ですけども、もしこれが事実とするのならば三木谷社長は相当な権力を握っていることになります。それでは次の項目です。項目3、三木谷社長の矛盾をゼットリー氏が指摘です。今回の動画はいろんな人物が登場しますね。次に出てきますのは Twitter を使いいろいろなことを発言され、現在インフルエンサーとして活躍されておられますゼットリー氏でございます。前項目で話しましたが、三木谷社長はツイッターでウクライナの人が戦争で苦しんでいる時に戦争を忘れてあげようと思ってパーティーしちゃいけないのとつぶやきました。ロシアがウクライナに侵攻を開始しましたのは2022年の2月24日でございます。そこから両国の戦争が長らく続いているのは皆さんもご存知でしょう。ゼットリー氏がとある動画を公開されました。その動画の内容は三木谷社長がウクライナ人女性モデルたちとのパーティーの証拠とされるものでございます。わずか7秒のこちらの動画には三木谷社長がしっかり映っております。そしてゼットリー氏によりますと、三木谷社長が女性モデルとパーティーを開いておられましたのは2018年でした。2018年、つまりロシアがウクライナに侵攻する以前で、戦争のはるか前の時期でございます。三木谷社長の矛盾点を鋭くつきましたゼットリー氏は、さらに動画に映っているモデルが未成年である可能性が高いと主張されました。未成年モデルとされます女性が所属しています事務所はワイルドフラワーモデルエージェンシーといいます。こちらのプロダクションは東京大阪に拠点を持ち、多数の外国人やハーフ日本人モデルが在籍しています。パーティーの場所は六本木のレックス東京というクラブではと噂されています。そして動画に映っているのは高増田氏ではないかという意見もありました。知らない方のために説明しておきますと、高増田氏とはレックス東京という六本木にありますクラブの経営者で、本名は増田貴博さんという方です。ガーシーさんはレックス東京は外国人モデルがよく集まっているクラブと語られており、一説には外国人好きのタレントや起業家の売春の窓口になっているとも噂されているのです。高増田氏の首には三木谷社長を連想させますミッキー、そして手には楽天のタトゥーが入っておりまして、いかに三木谷社長をリスペクトされているかが伝わってきます。ちなみに高増田氏が外国人モデルの胸元にガブリとかぶりついている写真も流出しており、タトゥーの入れ方も含めまして彼が堅能な雰囲気をまといました。やべえ人物であるのは即座に理解できます。誰がどう見てもセクハラとしか思えません。高増田氏の胸元ガブリ写真ですが、性被害に遭っています外国人女性モデルは嫌がっている素振りを悟られないよう必死に感情を押し殺しているように映っています。おそらく高増田氏はモデルたちが逆らえない力を持っているので、セクハラに対してノーと拒絶することすら許されないのでしょう。高増田氏の SNS はガーシーさんの暴露があってから非公開設定に変更されています。それでは次の項目です。項目4、三木谷社長の黒い噂です。ガーシーさんの暴露の影響もありまして、三木谷社長は今や完全に清廉潔白とは程遠い印象を持たれるようになってしまいました。彼に関しますスキャンダルはウクライナパーティーのみかといえばそんなことはありません。2023年4月4日発売の週刊誌フラッシュで、三木谷社長が反社の人間と一緒に写っております写真が掲載され話題となりました。フラッシュの取材に応じました関東地方の暴力団幹部は、昨年からある指定暴力団の二次団体の組長の周辺など一部の暴力団関係者の間で三木谷さんのヤバい写真が出回っていて、裏社会では話題になっていたんだと証言されておられます。フラッシュ側は2017年に東京六本木で撮影されました写真を入手したと主張しています。フラッシュが入手しました写真には三木谷社長と X ジャパンのリーダー吉木さんに挟まれる形でキャップをかぶった男性が写っています。この男性こそが関東地方の指定暴力団元組員の A 氏です。ストレートに表現しますとバリバリの893でございます。A 氏は暴力団組員時代に麻薬コカインの密売で資金調達をされていたそうです。 A 氏はフラッシュの取材に対しまして、この写真は2017年に撮影したものだといいます。コロナ禍になる前の2019年頃まで私は三木谷さんからいろいろな手配を頼まれる関係でした。この日も頼まれたものを届けるように言われ、三木谷さんが飲んでいた六本木の店まで出向いたんです。三木谷さんの個人的なパーティーに参加する女性をアテンドしたことも何度かありますと回答しています。A 氏は若い頃に音楽業界で働いていたこともあり、ミュージシャン仲間が多く、音楽関係者を通じて三木谷博さんを紹介したと口にしています。さらに A 氏は
私はコカインの売人であり現役組員でしたから、三木谷さんは警戒して写真などは撮らせてくれませんでした。ところがこの日は頼まれたものを持って待ち合わせ場所まで行くと、吉木さんと共に姿を見せた三木谷さんは酔っていて異常なハイテンション、六本木の路上に下着姿で現れ、乳首も透けていましたが肩を組んで写真を撮らせてくれたのです。私は嬉しくてその画像をその後しばらくは自分のスマホの待ち受け画像にしていました。身内の人間、仲間の組員はそれを見てびっくりしていましたと続けました。三木谷社長と吉木さんと A 氏が写真を撮影しました2年後の2019年頃から三木谷社長からの連絡が途絶え、自分は切られたんだろうと A 氏は語っておられます。フラッシュが A 氏が所属していました暴力団の幹部に三木谷博さんと A 氏の関係について教えてほしいと取材を敢行しましたところ、 A がうちの身内で薬物主にコカインを扱っていたのは間違いない、 A と三木谷さんの関係についても話は聞いていた、身内ではかなり知れ渡っていた話だよとの回答がありました。フラッシュが三木谷社長の楽天グループに三木谷氏が A 氏からコカインを購入したことはなかったのか、 A 氏が暴力団組員であることを知っていたのか、パーティーに呼ぶ女性の手配を依頼したことがあったかと確認しましたところ、そのような事実はございませんと噂を否定しています。楽天側は虚偽憶測に基づく情報発信には法的措置を取ると強気の姿勢を見せました。吉木さんの弁護士は A 氏と面識はございませんし、路上にてファンの方と写真を撮るということは数多くあり、写真については記憶にございませんと回答しており、 A 氏とは赤の他人であることを強調しておられます。ちなみに吉木さんと三木谷社長、高増田氏の3人は密接につながっており、その理由が女性斡旋絡みという噂もありますが、真偽は分かっておりません。吉木さんの白人好きは業界でも有名なようですが、ウクライナ女性を好む同行の氏であります。三木谷社長と性癖が一致しました結果、意気投合したのかもしれません。高増田氏は YOSHIKIX JAPAN のタトゥーも入っており、大物の心をわしづかみにするためあなたに忠義を尽くしますというのをタトゥーを通してアピールしているようにも映ります。ちなみに2022年8月25日に港区男子 A というアカウントを持つ人が Twitter で、三木谷さんの飲み方はかなり豪快と言いますが大学生みたいな感じでシャンパンを人にかけたり直瓶したりもしていました。例えばこの日の三木谷さんはすごかったですね。先に動画をアップしてみます。これでまず凍結のテストをしてみますとつぶやきまして、酩酊しています。三木谷社長がパリピが集まるパーティーでシャンパンをやんちゃな風貌をした男性にかけている動画を投稿されました。実はこのやんちゃな男性こそが先ほどから話しています高増田氏なのですが、このつぶやきを見ましたあるユーザーは三木谷社長を指して、この方若い頃から遊んでこなかったのかなと冷静なツッコミを入れています。これは的を射ていると言わざるを得ません。若い頃は遊んでおらず成り上がってから遊びを覚えますと、品のない乱痴騒ぎを好むのは成り上がりあるあるですからね。僕も北新地などでそのように品のない方々を散々目の当たりにしてきました。大成功を収めれば収めるほど意見具信する者が姿を消していきます。その結果利害オンリーでつながっておりますイエスマンのみが残るという悪循環に陥ってしまいます。多くの成功者がハマる破滅パターンに三木谷社長が該当しなければいいのですが、すでに片足はどっぷりと沼に入れちゃっている感は否めませんね。それでは次の項目です。項目5、村上和也氏が脳出血で逝去です。マカロの投稿の通り村上氏は不審死を遂げたと言われております。なぜ彼が亡くなったと噂されるようになったのかを詳細に確認していきましょう。まず又吉京太というアカウント名を持つ方が2022年7月1日に次のようなツイートをされました。わお、楽天の三木谷さんにウクライナ人の乱行パーティー斡旋してた人が昨夜死亡、他殺なししかせんけど村上和也さんご冥福をお祈りしますという投稿です。こちらの投稿に対しまして翼の党代表の黒川敦彦さんが、真相が確認できていませんが楽天の三木谷さんにウクライナ人の乱行パーティー斡旋してた村上和也さんが昨夜死亡、真相している方は情報をくださいと反応されました。村上氏のツイッターを調べてみますと2022年6月21日を最後に投稿は途絶えています。それまで村上氏のツイッターはほぼ毎日投稿されていました。次に2022年7月3日に片山徹というアカウント名を持つ方がツイッターで、対路線時中来日したウクライナ10人のモデル、未成年モデルが少なくとも2人含まれている、酒が出るガーシー指摘の X パーティーが開催され、エマニュエル駐日大使三木谷博士および関係者が出席すれば未成年に酒を飲ませたことで有罪となる可能性、パーティー事務局村上和也の突然不審死は口封じの可能性とつぶやいたかと思えば、翌日の2022年7月4日に LVXON というアカウント名の方が、10年以上前からお付き合いがありいろいろと相談聞いてくれたり仕事のアドバイスをくれていた大好きな先輩の村上社長が亡くなったとの情報が入った、ネットの情報で信じられないから本人に LINE したけど既読にならないとつぶやかれました。
仕事のできる人ほどレスポンスが早いと言われますが、それまで村上氏と親交があった人からの LINE がずっと既読にならないとは胸騒ぎを覚えて当然でしょう。そして同日7月4日にアカウント名 MOS さんが、私の仕事のパートナー村上和也さんが亡くなりました、美人時計、ドミノピザなどいろいろ教えてくれてすごい勉強になった大先輩、ご冥福をお祈りいたします。村上さんの紹介で三木谷さんはウクライナに行ったと聞いています。三木谷社長は村上氏の紹介でウクライナに行ったということなので、ウクライナとの橋渡しをしていたビジネスパートナーの関係だったのでしょうとつぶやかれ、村上さんが亡くなったことが現実味を帯びてきました。村上氏が死亡したという情報が拡散されました。7月4日午後には彼の名前がマモル株式会社から情報が削除されました。前述しましたようにマモル株式会社は村上氏が社長を務めておりました会社でございます。村上氏が最後にツイッターへ投稿しましたのが2022年6月21日というのを考えますと、それからたった2週間で目まぐるしい動きがあったと言わざるを得ません。真偽は確認できないものの、ある匿名掲示板には村上氏本人が自分にもし何かあったら〇〇の Facebook で三角三角に知らせてくださいという書き込みをしていたという噂もあります。もしこれが真実だったとしましたら、彼は自分が相当危ういことに手を染めて命の危機がすぐそこまで迫っているのを自覚していたと言えます。村上さんが亡くなったとされる流れを時系列で確認していきますと、2022年6月26日のガーシーチャンネルで楽天の M 社長のウクライナ女性とのパーティーを暴露、6月27日に三木谷社長が動画の切り抜きに反応、6月28日に村上氏が親しい人と会った後倒れる、7月1日の昼間に村上氏が脳出血で死亡となります。あまりにも展開が早すぎますね。それでは最後の項目です。項目6、最後にです。今回リサーチした情報をひっくるめて考えますと、村上氏が暗殺された可能性はあるにはあるのではないですかね。全項目最後の時系列のスピードを見てみますと、なかなかあのタイミングで偶然亡くなったりっていうのはない気もしますので、完全に陰謀論のみでは片付けられない気がします。無論暗殺されたという断定もできません。ですがあってもおかしくないでしょう。現在はジャニーズ問題を見ても分かりますように、キャンセルカルチャーの流れはどんどん加速しています。これまで隠蔽できていたことが隠しきれなくなっているご時世というのは皆さんもご存知の通りですね。宝塚歌劇団なども今その真っ只中です。もしかしたら本当に暗殺があったのかもという噂が今後はさらなる真実として暴かれるかもしれません。はい、というわけで今回は村上和也氏暗殺説の噂について解説をさせていただきました。本日もありがとうございました。ケンケン TV では皆様からの動画のリクエストをお待ちしております。また Twitter や Instagram もやっておりますので、よろしければ動画の高評価、チャンネル登録、 SNS のフォローもお願いします。今年から占いや霊感商法で騙された人のために返金を支援します。占いバスターズも開設しましたので、お困りの方は相談料、着手金すべて無料ですから気軽にお問い合わせください。パワーストーンはただの石。ご視聴ありがとうございました。